はい、こんにちは、野島です。今回はですね、今見ていただいております大人気のアルファード、こちらの方はね、まあ今ね、新しい特別仕様が出ているんですけれども、現行モデル、まああと旧型とかね、そういうところの比較をしながら、まあ、安全性能とかね、なんで売れてるのかっていうところをね、ここでいろいろとね、ご紹介していこうかなと思いますので、ご覧ください、どうぞ。はい、こちらがですね、トヨタ自動車のホームページになります。まあ、ホームページ開いていただくと、今新型ラブ4が今ねトップに出ますけれども、ラインナップってとこでミニバン見てもらうと、アルファードベリファイアとあります。まあ、このね、アルファードとベルファイア自体は兄弟車で、まあ、販売店が違うとトヨタ店とネツ店と違っておりますけれども、まあ今年からね、トヨタチャンネル5チャンネル全部全てで全ての車種を扱えるようになっておりますので、今だとどこでも買えます。どちらの車種も買えます。まあ、いずれね、多分次のモデルからベルファイアはなくなるんではないかな、アルファードに一本化されるのではないかなと思いますので、ベルファイアが欲しいという方は、まあ最終のね、この方で買うのをね、検討されるといいと思います。まあ、こちらの方でね、ちょっとね、アルファード見てみましょうか。まあ、アルファードのカタログホームページはこんな感じですね。こう戻って、ちょっとベルファイア、まあベルファイアこんな感じですね。まあ作りは一緒ですけれども、まあね、ベルファイアの方が、まあどうですかね、ちょっとこう走るというかね、スポーティーなイメージになりますね。まあ、現行モデルは特にアルファードの方が人気ありますね。前の時の方の時はベルファイアの方が人気ありましたけどね、今の方になってアルファードの方がかなり人気が出てると、まあ、このごつい顔がかなり人気があるということですね。まあ、車ね、352万円から買えるということなので、意外にエントリーモデルに対しては安いです。イメージとしてね。ただね、一番上のハイブリッドとか、あの辺になるともう700万超えてきますし、専用のなんとかかんとかってやつね、あれにするともっと高いので、なのでね、かなりピンキリというような車種にはなります。ではね、いろいろちょっと見ていきましょうか。まず今ね、ホームページ見ていただくと、今のね、工場出荷の目安とかっていうのがあります。ちょっとこれ見ていただきますと、まあ今5月29日の時点での目安、ご注文いただいてから通常1ヶ月ぐらい、ハイブリッドだと1、2ヶ月、これがね、先ほど言ったエグゼクティブラウンジですね、が2ヶ月程度。まあ、これがね、工場出荷の目安、販売でも注文いただくと生産工場出荷っていうような形で、まあ、出てきますよ。まあ、人気の車種なのでね、在庫を持つ状況になく、もう注文が入りすぎちゃうので、作っちゃうりなので、なので、なかなか納期はこのぐらいはかかりますね。まあ今だとこのぐらいで入れば十分じゃないかなと思います。アルファード、ベルファイアに関しては、作ってるのはトヨタ車体工業、トヨタ車体、まあ、トヨタ自動車本社じゃないんですけれども、まあ、一次下請けの、まあ、トヨタ車体という会社の、いなべ工場というところで生産をされております。はい、今ね、アルファード、ベルファイアを作っているトヨタ車体というね、トヨタオートボディというところですね。まあ、これトヨタ車体とはっていうところがありますけれども、トヨタ車体。まあ、こちらのね、トップ見ていただくと、このようにね、アルファードが出てきます。こちらの方でね、こうやってね、ノア、ボクシー、エスティマ。エスティマはトヨタ本社でも作って、本体でも作ってるんですけれども、基本的にはトヨタ車体がメインになってる車両になります。まあ、ミニバンとかああいうのはね、ここが作ってると思っていただけるといいかなと思いますね。ここのところにぐるーっといろいろと載っておりますね。はい、製品紹介、まあ、ここのところ見てもらうとミニバン、これがトヨタ車体で作ってる車になりますね。アルファード、ベルファイア、あとまあレクサスの輸出モデルも作ってるんですね。あとボクシー、ノア、XY、あとグランエース、まあ新しいやつです。まだ国内も出るのかな、海外向けのやつとかね。あとはね、この商用モデルとかね、こういうやつ、福祉車両とかも作ってるのが、まあ、トヨタ車体というところになる。まあ、ここでね、トヨタのこのアルファードを作られております。はい。でですね、まあカタログ見るとね、ちょっとこのホームページ見ると、過去のやつとの比較なんか載ってますので、ちょっと見てみましょうか。
まあ、こうやってね、モデルチェンジ。今の現行型、2017年にモデルチェン、まあ、マイナーチェンジってやつですよね。そして、その前、この形になったフルモデルチェンジしたのが2015年。その前の方が2008年。だから2008年からこのモデルで、次が2015年。で、17年に、まあ、顔のフェイスが一新ね、ちょっとこの辺が変わりましたよね。この形になって、まあ、さらに人気が出たような形はありますよね。はい。で、まあね、この辺でどんな感じに変わってるのかっていうところ、まあ下にね、こうやってぐるーっといろいろとね、安全装備なんかの話が入ってあったりしますね。前にね、ベルファイアの、こう、インプレッション、あとね、駐車のやつとかね、いろいろ上げてありますので、まあちょっとその辺でね、車の動き方とかはね、見ていただければいいかなと思いますので、あとはですね、新旧の装備比較みたいなのがありますので、ちょっと見ていきましょうか。まあこうやってね、これ前期というか、まあ2008年モデルで15年モデルですよね。現行モデルの初期というような形になってきます。こうやって見るとね、今のやつの方がかなり大きくなった。まあここの出っ張りが大きくなりましたよね、ボンネットのところがね。まあ、これで見ていただくと、2008年モデルと現行モデル、まあ、これが今の新型アルファードで、こっち側が2008年モデルっていうところですね。まあ、こうやって見てもいろんな、ね、装備面で今の方がかなり充実してるっていうのがよくわかりますよね。特にこの予防安全のところですよね。まあ、いわゆる衝突軽減ブレーキとかついてる部分になります。ここの部分なんか見てもらうとね、まあ、最初のね、ここのポイントのところ、まあ、プリクラッシュセーフティーって書いてあるんで、まあ、これ、対車両ミリ波レーダー方式っていうのが、しか一部グレードに標準装備っていう形になっております。グレードによってはついてないっていうことですね、2008年のモデルにはね。で、現行モデルに関して、プリクラッシュセーフティーっていうのは、歩行者の昼夜、あと自転車運転者の昼検知機能っていうのもついてて、衝突回避支援タイプ、ミリ波レーダープラス単眼カメラ、だからレーダーとカメラで合わせてますよと。まあ、過去のやつだとね、レーダーのみだったということですよね。で、全車標準装備なので、どのグレード買われてもこれがついてますよっていうのが今の現行モデルになります。あとは、まあ、レーンのね、こうアシストなんかしてくれるのも、今のやつは全部ついてると。まあ、過去のやつはついてないと。あと、レーダークルーズに関しては、現行のやつは全車、車速追尾機能がついてるっていうことなので、前の車に対して追尾できるというような形のが全車についてますね、今のやつ。過去のやつはレーダークルーズがついてて、ブレーキ制御付きっていう状況なので、全車に詰まった時にブレーキかけてくれますよっていう機能がついてるってことですよね。だから、このレーダークルーズだけを取っても現行の方が明らかにいいものがついてるということですよね。あと、この辺もね、いろいろなものがついてます。オートマチックハイビームだとか、ブラインドスポットモニター、ドアのところに、ドアミラーのところについてるやつですね。あれは、この辺はまあ一部グレードって形になってますね。なので、グレードによってこの辺はついてないかなっていうところはあります。あとは、まあいろんなですね、こういうものもずーっとついておりますので、そのあたりを自分の中でどれぐらい必要性があるかっていうところで、ね、この08年モデル中古でって考えられてる方っていうのは、まだその辺は考えてみるといいかなと。で、現行モデルの初期、2015年モデルと現行の今、2017年以降のモデル、まあ、見た目で若干顔とか変わってるだけのように見えるんですけれども、まあ、中身も変わってますよね。例えば、先ほど言った予防安全装置のところ、プリクラッシュセーフティー、ここのところでも、15年モデルに関しては、一部グレードに標準装備。だけど、まあ、現行は全車標準装備。で、15年モデル。だから今の現行モデルの初期型ですよね。今からだと、だから5年前になるのかな。今年2020年なので。これだと、対車両のミリ波レーダーのみですね。だから08年モデルとほとんど変わらない感じですよね。で、現行モデルはさっきも言ったみたいに、このミリ波レーダーと単眼カメラという、まあ、2つの方法で認知してると。それによって、歩行者の昼夜とか、あと自転車の昼間っていうのも反応するということですよね。だから、この同じモデルのように見えて、まあ、2017年と15年モデルではついてるものが違う。だから、2016年と17年で、だいぶ内容が違うっていうことになりますよね。なので、まあ、ここを重視される方っていうのは、ちょっとそこは考えた方がいいかなと思う。後でね、付け替えることができるものではないので、ここをね、ついてるからいいっていう考えで
買われると思ったように動いてくれない場合がありますので、そこのところだけ気をつけていただくといいと思います。これが2015年モデルですよね。2015年モデルと比べても新型の方が圧倒的にいいということですよね。見た目的には顔がフェイスがちょっと変わってる程度なんで、これで見てもらうとね、このフェイスの変わり具合、まあ、ここら辺のねバンパーのこの下のところ、この辺がねまっすぐ、このちょっと折れてるのとこのぐらいの違いなイメージなんですけど、見た感じだとね、フロントフェイスだとね、だけどかなり違いますということだけ考えていただくといいかなと。まあ今回はねこの安全装備のやつをねちょっと見てみようかなと思います。まずはですね、これはですね、よいしょ、こちら独立行政法人自動車事故対策機構というところがこのね、まあ、プリクラッシュセーフティ、まあ衝突軽減ブレーキに対しての評価っていうのをまあやっているというようなところがあります。そういう機構があります。そこのところのこう調べた結果っていうのが分かりますので、ちょっとそれを見ようかなと思います。こちらの方はね、使っていいという許可をいただいておりますので、でまず見ていただきたいのが、これはね2019年、衝突安全性能に関しては2019年モデルの検査で、予防安全性能に関しては2019年というのがここにあります。で点数がここ見ていただくと、まあ、こっちの衝突安全性能っていうのは、そのぶつかった時のキャビンのね、守られてるかどうかっていう部分に関しますので、まあ、ここは今回はやりません。こっちのね予防安全性能っていうとこですよね、まあ、ここのとこ見ていただくと、まあ、こっちの方にあります。これ141点満点中141点なんですよね。だから100点満点なんですよね、調べた内容の中でね。満点ってすごいですよね、これね。いわゆる被害軽減ブレーキ、衝突軽減ブレーキが32点満点、まあ、全部満点なんですよね。だから前方の車、対車両に関しても止まりますよ。あと歩行者に対しても止まってますよ。あと車線逸脱に関してもきちんとアシストしてますよ。あと後方視界に関してもありますよと。あとはまあ高機能全照灯、まあ、その対向車とかね、そういうところによる明るさの調整とかもやってくれますし、ペダルの踏み間違い、加速抑制なんかもしてくれるということで、これは140、検査項目141点中141点、まあ満点、パーフェクトですよね。なのでまあこの検査の内容からしたら、まあ申し分ないですよっていうのが、まあこの現行アルファードベルファイアっていうことになりますので、大きいけれどもかなり安全性能は高いということを思っておいてもらうといいかなと思います。でここにね映像がずらっとありますので、ここでね予防安全、衝突軽減ブレーキ、被害軽減ブレーキに対してのちょっとね内容を見ていただこうかなと思います。まず最初はですね、走ってて前に車がいるっていう状況で、まあ、時速50キロでどういうふうにブレーキがかかるのかっていうところをちょっと見ていただこうかなと思います。はい、というような感じで今みたいに止まってくれております。ね、まあ、50キロで全然問題ないスムーズな止まり方だと思いますね。で、次の場合、こちらの場合は、60キロ。これは前方車両が低速で走ってる状況で、まあ、後ろから速い速度で行ってしまった場合ってやつですね。ということですよね。ああ前の車遅いなっていうのに発見が遅れた場合にも、このようにブレーキをかけて止まってくれますよっていうのが今のやつですね。今のが60キロで、まあ、反応してくれてるということですよね。で次のこちらの方がですね、まあ、歩行者が歩いてる時に、まあ、自分の車が行ってしまった時に止まってくれるのかどうか、まあ、これがね時速60キロの場合になりますね。というような感じですね。発見してブレーキをかけてくれます、というような感じですね。なので自分が発見遅れた時なんかにはこうやってブレーキをかけてくれるというものになります。今度はですね、子供小さい背が低い場合っていう、これはね40キロになります。先ほど60だったんだけど今回は40キロになります。で止まってくれます。では子供の方がちょっとやっぱり認識しづらいんじゃないかなとは思います。ただきちんと
こうやって止まってくれますので、きちんと操作動いてくれるということですね。で、今度の場合っていうのは路上駐車の影から出てくるっていう場合ですよね。その場合の検査です。これね、時速45キロになりますので、ちょっと見てみましょう。まあ、こういう感じですね。まあ、物陰からこうやって人出てきてもかけてくれると。こういうのはありがたいですよね。陰から出てくるっていうことはよくあることになりますので。で、今度の場合は、子供が出てくる場合ですね。これはね、今度時速40キロ。まあ、さっきより5キロ遅いですね。大人よりね。それでちょっと見てみましょう。こういう感じで止まってくれるということですね。はい。というような感じですね。まあ、これでもきちんと止まってくれれば全く問題ないかなと思います。まあ、これがね、昼間になります。で、現行モデルだとこれがね、夜でも反応して動いてくれるというところなので、ちょっと夜のその辺もありますので、これも見ましょうか。これもね、夜間。夜間で60キロですね。夜間で60キロで走るということはあると思いますので、その場合歩行者がいたときに、まあ、肉眼ではかなりね、発見に遅れる場合が多いと思うんですよね。これはね、街灯がある場合ですよね。ちょっと見てみましょう。うん、こういう感じですね。これがね、運転席から見ると、まあ、こういう感じで歩いてるところね。うん。こうやって止まってくれるということですよね。で、今度はね、対向車がいると。ヘッドライトが見えてるような状況で、その後ろ影から人が歩いてるっていう状況。これもね、60キロで調べてみますので、ちょっと見てみましょう。うん。これもちゃんと止まってくれてますね。同じ速度でね。これね、普通にこの画像を見てると、対向車のヘッドライトを多分見ちゃうと思うんですよね。人間だとね。そうするとね、その前を見たときに人が歩いてる。でもね、このね、安全装置、これがちゃんと反応してブレーキをかけてくれてるし、アラームで教えてくれてるので、これは夜間ね、走るときにはかなり優秀かなと思います。で、今度は街灯が全くない、もう真っ暗ですね。今ヘッドライトの光のみになってますよね。これもね、60キロで試験しております。こういう感じですよね。止まってくれますね。見てください。もう全然見えないのに、これを60キロで止めてくれるのは、これを60キロで止めてくれるのはかなり優秀なので、これはありがたいかな。60キロでここまで効くっていうのは、かなり優秀。で、今度は対向車があって街灯がない場合ですね。今度はね、50キロ。まあ、ちょっと10キロ落ちるかなってとこですね。だって50キロでも止まってくれるので、これも50キロで止まってくれるのは非常にありがたいと思いますね。なので対向車がいるような状況だと50キロ、で、対向車がない場合だと60キロ、それがしかも街灯がないところでも反応してくれるっていうところになるので、これだけ反応してくれるってことは、街中じゃなくても、かなり効いてくれると思いますので、これはかなり優秀だと思います。あとですね、車線はみ出しの、レーンアシストですよね。ハンドルが動いてくれるっていうやつですね。まあ、60キロで走ってる状態で白線の方に寄ってくると、まあ、車がこうやってビヨーンとこうやって戻ってくれますよと。これ見て中から見るとね、ドライバーの方が手を離すと、そうするとここの時点でこうやってハンドルが左に切れて元の位置まで戻しますよっていうことですね。まあ、これがね、レーンアシストになります。あとですね、まあ、よくコンビニとかに突っ込んでしまうような踏み間違い。これもね、前方の車が例えば発進し、青になって発進しなくて追突してしまうみたいなね、そういうシチュエーションもあるかなと思いますけれども、まあ、それを調べたやつですね。止まった状態。まあ、こう止まってくれると。いうことなんですよね。これもね、足元見てもらうと。前です。こういうふうに止まってくれると。今の場合は、ブレーキを離した瞬間にアクセルを踏むというような装置がついているので、まあ、瞬時にガンと踏んだときにきちんとブレーキを効いてくれるということですね。今度は後ろ向きですよね。後ろ向きも同じような感じで試験をしていますね。
これも急にボーンとギア間違えちゃった、これも止まってくれると。これも同じように見てもらうと、ブレーキ離した瞬間にアクセルがで止まってくれるということですよね。これが今の2019年の検査っていうことなので、まあ現行モデルですね、2017年以降の現行モデルっていう形になりますよね。ここ見てもらっても現行モデルの写真にはなっておりますので、なので2015年以降がこのモデルにフルモデルチェンジをした以降のやつではないっていうことですよね。ここまでの性能はついてないっていうことになりますから、そこは注意していただけるといいかなとは思います。これがいわゆる今現行のこのアルファードベルファイアですよね。この2015年モデルに関して言うと、まあ、トヨタのこのカタログの方でこの新旧の比較を見ていただくと、今の予防安全っていうこのプリクラッシュセーフティーってとこには、車両のみしかもミリ波レーダー方式っていう、まあ、レーダーだけの方式になってくると。で現行の今見ていただいた動画のところで見るとですね、歩行者注意や自転車運転者昼で、自転車は昼、まあ、自転車のね試験はないのでちょっとないんですけれども、あとはですねこれがミリ波レーダープラス単眼カメラと、カメラでも見ますよっていうことでかなり性能が向上している、しかも全車標準装備というような形になっておりますので、同じようにアルファードを買われるっていうことであれば、もし例えばね、まあ新車だったらもう今の現行モデルになるんですけど、中古車を買われるっていう風で今の現行のこの顔の方がいいという方だったら、この2017年以降ですね、だから16年、だから15年16年っていうのがあって、17年18年19年今20年っていう形になりますので、なのでまあ現行のこのフェイスに変わったやつをまあ買われた方がいいかなと思いますね。そうするとかなりそういう安全性能とかっていう部分ではもう全く別物だと思っていただきたいと思いますので、なのでね、同じように考えられると少し、うん、自分の思った感じに動いてくれないかなと思います。なのでね、ちょっとね他の車種とかもねこれから随時いろいろと上げていきますので、比較をしながら実際にじゃあ自分で買うときにどうしたらいいのかなと、まあね中古車で買われる場合なんかにこの機能がついてるだろうと思ってたら意外にその年式についてなかったみたいなことありますので、そういう勘違いでね後でなんかで止まってくれなかったみたいなこともあるかなと思いますから、なのでねちょっとそこのところだけはこういうのでね参考になしていただくといいと思いますので、またご覧いただければと思いますのでよろしくお願いします。では。